はい、皆様どうも本日はご集まりいただきましてありがとうございます。今ご紹介に預かりましたアイペアーズの田中勝則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今伊藤の方からですねお話がありました通り、この後私からはですねこのバーチャルプロダクションの詳細な技術的な部分についてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まあ、ちょっと複雑な話にはなるんですけれども、まあ、このバーチャルの世界とリアルの映像がいかにこう融合するのかという最新のプロダクションについてぜひ楽しみながら見ていただければと思います。ちなみにですね、まあ、映像プロダクションといいましても今キングオージャーはもちろん収録して放送してってことをやってるんですけれども、どれもリアルタイムで使える技術になりますので、やはりこのコロナ禍を経て世の中に配信というものが非常に浸透したこともあって、そのようなですね、ライブ配信でも、十分にキャラクターコンテンツなどで利用いただける技術になるかと思いますので、ぜひそのあたり何に使えるのかいろんなことを考えながら見ていただければと思います。ではですね、早速技術的なことをお見せしたいと思いますので、今この横のモニターにもですね私の姿このカメラで捉えてますけれども、ちょっと移動したいと思います。はい、移動してまいりました。このようにですねグリーンの前に私移動してきましたけれども、そうするとモニターで見ていただくと今私の後ろにはこのなんか京都の太秦の撮影所のような背景がありますね。でただ実際にこちら見ていただくと私の後ろはグリーンになっております。まあ、このグリーンの背景をですね抜いてクロマキー合成するっていうこと自体はもう何年も前というか、もうそろそろ古い技術といいますかという印象を持たれる方も多いとは思うんですけれども、これ何が今最新になっているかというとですね、この今からご説明する、先ほど伊藤のこと口からもありましたカメラトラッキングというものを駆使すると一気にですね最新の映像技術になっていきます。で、まあ、これも言ってましたけれども、今放送されている、王様戦隊キングオージャーの方でですね、弊社がブラックヒーローの中にブラックの戦士がいるんですけど、そのブラックはですねこういった和風の国の、王様という設定がありまして、まあ、その国のアセットというのがいわゆるバーチャル そのステージですとか CG 背景のことを言うんですけれども、そのゲームエンジンで作られたプロジェクトを弊社の方で制作しましたので、まあ、ちょっとそこからの流れでこの和風な背景を今日はちょっと持ってまいりました。で、私ももう昨日もまた明日もその撮影の現場に行くんですけれども、まあいろいろとその監督とかと蝶々発しやりながら、ああでもないこうでもない言いながらですねこのバーチャルの背景を作って、作品を作っておりますので、まあ、その今第一線でやらせていただいている私が今日は説明をさせていただきます。ではですね、まずはその先ほどから何度も言っているカメラトラッキングとは何なのかということを、お話ししたいと思います。ここに今私の目の前にカメラありますけれども、このカメラにですね、この今のカメラの位置と角度、それからフォーカスとかズームというのを読み取るセンサーがついております。で、ここにですね赤いちょっと小さいんですけれども赤い四角い箱がついてるんですが、この箱からですね赤外線を飛ばして、今この私の足元に引いてあるグレーのマットがあるんですが、ここに、赤外線を反射するマーカーが貼られております。で、まあ、今回はですねこの移動できるようにということで、今回我々がこのスタートラッカーというシステムを導入するときにどこに行ってもできるようにこのカーペット式のものを発注はしたんですけれども、基本的にはこのシステムをこのセンサーを上に向けてですね、だいたい常設のスタジオですと天井にこのマーカーを貼ってそれを読み取って位置を確認するようになっております。で、その位置の星図と呼ばれるデータですね、もう星の図と書くんですけれども、要するに天井に張り巡らされたその星図の中で今どこにいるのか、でどのぐらいの距離感にいるのか、でどれぐらい傾いているのかっていうのをこのセンサーで読み取ることになります。なのでそれを読み取るので、この後でもしよろしければここ、そうか、でも最後にはですねちょっとこのシート片付けてしまうのであれなんですけれども、基本的にこのマーカーはランダムに貼ることが望ましいというふうになっております。あまりにも綺麗に貼ってしまうとどこにいるのかが分からなくなってしまうので、基本的にこのセンサーの見える範囲に11個マーカーがあればどこにいるかが読み取れるというものになっております。で、この赤外線によって三軸ですね、前後左右、それから傾きに関してもカメラの振っている角度、それから前後の傾きとか、あとねじれっていうものも全部このセンサーで読み取っております。で、
カメラですのでフォーカスとズームっていうのが当然あるわけですけれども、それはですねこのシネカメと言われる、かなり解像度の高い映像が撮れるこのカメラには、だいたいですねこの今カメラマン触っておりますけれども、このフォーカスとズームをいじる歯車がついているんですね。あのレンズのところに回すものがついていて、でそこにはですね実は物理的な、歯車にかませてその回転を読み取るセンサーがついておりまして、これがだいたいですね、1000段階ですね、もう本当に一周このフォーカスとズームを回す間に1000段階の細かい数値で読み取って、今どのぐらいズームされているのか、どのくらいのフォーカスの、いわゆる深度になっているのかっていうのを把握するようにできております。で今これちょっと実演で今やってくれているんですけども、あちらの映像を見ていただくと分かるんですが、今、ちょっと私にピント合わせていただいていいですかね。はい、で私にグッと寄ってみようかな。で私にこうピントが合うと若干後ろが、まあ、軽くボケているような絵になっていると思うんですが、これじゃあ奥にピン持ってってもらっていいですかね。はい、グッと奥が見えるようにピンが寄ると私がぼやけると。まあ、これは実際にこのカメラで撮影したときに、これが例えば後ろがグリーンではなくて実際の背景があった場合にも当然こういうふうに、フォーカスがいじれるわけですね。であとはこの画角の広さもズームで今リアルタイムで動かしているというものになります。でもちろんこのフォーカスの技術ですね、例えばカット割りを作るときには、まあ、物語のシーンを撮るようなときには喋っている人に合わせて手前の人に置いておいたものをカットの途中で奥の人にフォーカスを送るとか、そういった技術も必要になってくるんですけれども、この部分は当然ですねバーチャルの特殊な技術ではなくてカメラマンの普通にカメラマンの技術になります。なので今回も、中原さんというカメラマンの方に今日来ていただいているんですけれども、普段はもちろん中原さんも実写で映画の現場とかそういうところでカメラをやってらっしゃる方なので、そういった方のやっぱりきちんとしたカメラ技術がやはりバーチャルの世界でも求められるっていうものになります。そしてですねもう一つバーチャルプロダクションの大きな強みとして、この今映っている背景 3D 空間なんですけれども、これゲームエンジンですね。まあもうすごく馴染みのある方もいらっしゃれば、もしかして初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ゲームエンジンというのはまあいわゆるゲームの空間を作るためのソフトウェアです。なのでまあすごくざっくり言うとですね CG でレゴブロックができると言ったらすごく、まあ、乱暴な言い方ではありますけれども、その CG 空間に誰でも、技術さえ覚えればこういった世界を作り出せるっていうものになります。で今これでですね多くのゲームなどが制作されているんですけれども、これが実はこの弊社が導入しているアンリアルエンジンですねはかなり、ゲームというよりもこういった映像プロダクションなどに使えるっていうことを念頭に置いているので、かなりリアル寄りのルックですね、ゲームっぽいというよりはリアルといかに融合できるかというようなルックを追求して作られているソフトウェアになります。でこれがですねゲームエンジンでやっているとこのバーチャルプロダクションで何が強みかというとですね、今私ここに立っておりますけれども、もうちょっと例えば今画面に向かって右側の方に暗い部分があると思うんですが、もうちょっとそっちの方をカメラが向けたいなと思った時に、今ここにグリーンがこれ以上ないんですね。でこれがスタジオの限界だったりする場合には、実はちょっとあちらでゲームエンジンを実際に触ってるオペレーターがいるんですけども、じゃあ画角をもうちょっと右に振っていただけますか。はい、ぐーっと振っていただいて、はいはいはい、ありがとうございます。あ、でカメラは動かなくていいですよ、バーチャル内だけ動けば。はい、ありがとうございます。で先ほどよりちょっと背景が移動したの分かりますでしょうか。私もカメラも移動していないのに背景が移動したという、でこれがですね非常にさまざまな画角を、限られたスタジオのスペースでも作り出せるっていう強みになります。これなんでこれができるかというとですね、実はここのあたりはちょっと複雑な話お話にはなるんですけれども、この先ほど言った製図を読み取っているこのトラッカーはですね、当然この限られた製図のスペースの中である原点があるんですね。ある原点のところから X 軸 Y 軸 Z 軸にどれだけ移動したかっていうもので撮っているんです。で当然その原点の位置をどこに置くかっていうのは、原点をこのゲームエンジンにあるバーチャルの空間の中のどこに置くかっていうのは自由に選べるんですね。なので例えばですね、今言ってしまえばゲームエンジンで何を行ったかというと、このカメラについて真正面が真正面の山に向かったところが X 軸だと仮になっていたとしたら、その X 軸がもっと右なんですよっていうふうに、まあ、言ってしまえば世界で言えば北の向きが変わったと、東西南北を変えてしまうことができる。
っていうようなことになります。そうすると原点の位置ですとか向きが変わるので、そうすると限られた空間内で、そのスタジオ内で同じようにカメラが動いてるんですけれども、背景の見せる場所を全く変えることができるっていうことになります。でさらにですね、まあやはりゲームエンジン内での描画になりますので、今私の、こちらの画面に向かって右側の背景ですね、非常に暗いと思うんですけれども、例えばこういうものも、まあ私がまさにキングオージャで何をやっているかというと、じゃあ次のシーンはこの向きを向けて撮りましょうと言った時に、ちょっとこの暗部が暗いよねということになった時に、じゃあここに照明つけてもらえますか。はい、ちょっと今壁の方がディテールが出たのは分かりますでしょうか。もう一回消してみてもらえますか。はい、消すと真っ暗なんですね。こうなるとあの人物の背景がかなり沈んでしまうんですけども、これじゃあつけてください。はい、こういうふうにちょっとライトをつけてディテールが出ることによって、どんな空間に立っているのかっていうのが非常に分かりやすくなる。でこういったことを、ワンカットワンカット工夫しながら撮っているというものになります。でもちろんですね、今日はちょっとこのかなりステージ用の照明なので私にも真っ白光当たってますけれども、でこれが、今背景がかなり真っ昼間の明るい背景になっているのであんまり違和感ないんですけれども、これを例えば撮影の時には背景がオレンジの夕焼けになったら人物に当てる照明もオレンジにしたりっていうことで、映像と人物をなじませていくっていう作業をひたすらやりながら、作っているっていうことになるわけですね。だいたいこれが、バーチャルプロダクションにおける、まあ、特にライブのクロマキー合成の強みになるんですけれども、じゃあちょっとですね、ここでもう一つさらにいじれることとして、今この後私の話に出てくるので FG と PG というキーワードがあります。これがですね、フォアグラウンドとバックグラウンドですね。今これ映像一つに見えてるんですけれども、実際には、マシンの中でですね、フォアグラウンド、いわゆる前のレイヤーですね、に私と緑の絵だけがあって、でバックグラウンドには背景だけがあって、それを重ねて緑の部分だけを抜いて今ここに投影しているっていう状態になります。ですので例えば、映像のなじませ、もちろん照明で作ることもできますけれども、例えばじゃあちょっと BG だけ暗くしてみてもらえますか。できますかね。はいはい、ありがとうございます。ちょっと今背景がぐーっと暗くなっていったの分かりますでしょうか。じゃあ逆に、はい、背景を元に戻していただいて私を暗くしていただくことできますでしょうか。はい、ありがとうございます。こういうふうにですね、 FG と BG をバラバラに動かすことができるんですね。でこれをやっているのが、実はアルチマットというシステムなんですけれども、これが、リアルタイムで綺麗にグリーン抜きをすると同時に、前後のこの明るさだけではなくて結構色の、調整ですね、まあ言ってしまえばカラーグレーディングっていう言葉、映像編集とかされる方聞いたことあると思うんですけれども、いわゆるこの背景や人物の色味のなじませみたいなことをもうリアルタイムでできるっていうものになります。なので、どんなスタジオでもこのシステムがあると、例えばキャラクターやこのバーチャル背景と人物を一緒に共演させるときに、その場でもうほとんど最終の、今まででしたらその編集の工程の最終段階で調整していたような絵のなじませっていうのがもうリアルタイムでできるっていうことになります。さてでここでですね、グリーン抜き、今私ちょっとこう見ていただくと、どうしても体の輪郭線とかですね、この照明の当たり方によって、限界があったりするんですけども、ちょっとこちらに移動しますね。はい、再び黒いバックのところに来ましたけれども、じゃあここでですね、実は背景のグリーンというのは当然明るく均一であればあるほど綺麗に抜くことができるんですね。なので実は今とても綺麗にグリーンを抜ける方法として、じゃあグリーンください。はい、今分かりましたでしょうか。私の後ろ LED をグリーンにしてもらいました。この LED をグリーンにするとですね、まあ後ろが当然のことながら非常にフラットにムラがないグリーンになりまして、で、ただ当然同じように私の後ろがグリーンになって、今グリーンになった瞬間後ろに背景が現れたと思うんですね。これはずっと背景を合成していたままなので、で、これ今見ていただくと、私の後ろちょっとナスののれんがかかったお店がこのようにあるんですけれども、これワールドはつながっています。あ、ちょっとステージ上もうちょっと明るいつけていただいていいですか。私移動しますので、ちょっとカメラ触れるところまでだけついてきてもらえれば大丈夫です。このようにずっと移動すると、まあ、ちょっとグリーンの切れ目はありますけれども、このようにこっちには当然ワールドはつながっているので、
先ほどの世界の90度私が移動したところの絵がここにあるっていう状態になります。なのでグリーンの幅が広ければ広いほどこのように自由に動きもあって撮影ができるっていうことですね。で、まあよく見ていただくと先ほどのグリーンよりも私がもうちょっとくっきりちゃんと輪郭線が取れて、綺麗にグリーン抜きができているのではないかなと思います。ただもちろんいいことばかりではなくてですね、今このぐらいの輝度なのでいいんですけれども、あんまり私がこうグリーンにちょっと絶対触ってはいけないのであれですけれども、ものすごく近づくとですね、今割と紺色の服なのであれなんですが、白い服とかまた光沢感のある服を着ていると緑色が発光してますので、それが人物に乗って、まあ、ちょっと抜けが悪くなってしまったりっていうことがあります。なので、実はですね、今日はこの臨時のグリーンなのでここまで近づくことができるんですけども、だいたいバーチャルプロダクションのこのインカメラ VFX ができるスタジオはこのグリーンの前に溝があって、もうこれ以上はまあもちろん触れられては困るっていうのもありますけれども、絶対これ以上は近づかないようにっていう、まあそこまで行ってしまうとやっぱりもちろん LED の問題もありますし、当然こういうグリーンとして使うときにはそこまで近づけないっていうのがあるので、ある程度スタジオの大きさも最低限は必要にはなります。ただこの今光を私が受けると抜きにくいっていうこの部分、ちょっとこの後の説明にも関わってくるので皆さんはぜひ覚えておいてください。ではですね、続いて ここまで、グリーンの合成についてお話ししてきましたけれども、先ほど最初に申し上げましたようにクロマキー合成って言ったらもう見飽きたよというふうに思われている方も今多いとは思うんですけれども、このようにカメラのトラッキングを使うとですね、私がこう自由に動き回ると背景がこのように綺麗についてくるっていう状態で、あたかもその場にいるようにリアルタイムで映像を映し出すことができます。ちょっとですね、今日環境的に若干映像のカクつきがあるんですけれども、実際にはですね、キングオージャーの撮影などでもほとんどカクつきがない状態で、綺麗に動かして、まあどうしてもアクションしたりしますので、かなり激しい動きにも基本的にはついてくる状態で撮影が可能となっております。はい、では後ろのグリーンありがとうございました。はい、ここまで、クロマキーの現代の最新の合成技術についてご説明してきましたけれども、では続いてですね、ちょっと先ほど伊藤からの、ご紹介にもありましたインカメラ VFX について VFX ですねについて、今日はですね若干システム的なちょっと限界がありまして、少々お見せできるものが限られてはくるんですけれども、ではここで早速背景の方に、画像を出していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ほとんどですね、先ほど私がいた場所と変わらないような絵が出てきたかと思います。このナスののれんがかかった、まあ、言ってしまえばインカメラ VFX ってこういうことなんですね。バーチャル空間の絵を後ろの LED に投影してその前に立つと、でこうすることによって先ほどと同じように私がここにいるように見える。ただ、まず一つ大きい違いとしては、先ほど言ったように、BG と FG というお話があったと思うんですけれども、この撮影方法に至っては、完全にカメラが捉えている絵としては BG と FG の概念は当然ありません。背景がここにありますので、まあ、いわゆるカメラの役割としては普通に背景と一緒に撮っているってことになります。ただこのトラッキングのセンサーがあることによって、実際にはですね、この後ろに何が映るかと言いますと、先ほどは BG として映っていたもの、カメラの移動ですとか、傾き、それからフォーカスとかズームっていうものを反映した絵が後ろに出るわけです。まあ、言ってしまえば BG として先ほどは映像のそのアルチマットの中で合成されていたものを、その BG をここに出してしまえというのがインカメラ VFX になります。でこれはじゃあ何がそんなに大きく違うのかと言いますと、ここで先ほど私が言ったこの近づく問題が出てくるわけですね。今、まあ、ステージライトがついているので私結構当たってますけれども、この LED 自体が当然この色に発光しておりますので、これ自体が照明の役割を果たすわけですね。先ほどのグリーン合成では夕焼けになったらオレンジの光を当てたりっていうことで、人にがいかにこう背景となじむように照明を作るかってお話しましたけれども、このインカメラ VFX の場合にはこの LED に出ている絵の光自体が当然人物に反映するので、
例えば背景が赤くなれば当然その光が本人に落ちますし、今の撮影で我々の中にあるのはもう真っ白のですね、ものすごい氷と雪に囲まれた国なんかになると白い照明をたかなくても当然人がすごく白くなったり、あとは、かなりサイバーな雰囲気の、割と暗いんですけれども電飾がかなりビカビカしているような国のところに立つと、その点滅とかが人にちゃんと反映してよりリアルに見えるっていうことになります。なので、当然この照明とかも全部を含めてかなりプロダクションが早いんですね。インカメラ VFX はもうその場で背景の映像さえ用意しておけば一発で撮って、合成まで全部できてしまうっていうことで今多くの現場で、どんどん導入されているということになります。なので今回はこの臨時なので後ろにしかないんですけれども、 LED の実際の、ちゃんとしたインカメラ VFX の撮影をするときには両サイドとか、天井とか場合によっては床面もですね LED を置いて、その光が全部反映するようにっていう形で、撮影がされております。ただじゃあ全部ここでですね、じゃあ全部 LED でいいじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけれども、実はそうもいかない。あ、もう一つだけすみません前後してしまって、 LED 撮影のもう一つ強みがありました。例えば紙吹雪とか雪をちょっと降らせたいみたいな特攻ですね、いわゆるをやった時にはどうしてもグリーンっていうのはちらつきみたいなものに弱いんですね。こう紙吹雪なんか舞うと紙がくるくると空中で、ひっくり返ったり表見たりっていうのが細かくなりますので、そういったものがやっぱりこうちょっと綺麗に抜くの難しいんですけれども、まあ、当然 LED ですと普通にカメラで撮ってるだけなのでそういった細かい演出も撮りやすいっていう強みはあります。でですね、ただ話を戻しますと、なぜグリーンのこういったクロマキーのライブ合成も今も残っているかというと、当然 LED の、まあ、スタジオ、この後、伊藤からのもう一度ちょっとご説明させていただくんですけれども、そこにも出てきますが、割と半円化もっと大きい円形になったような形で LED が通常は置かれているんですね。ただどんなに傾けても LED のその撮影の時にはその LED モニターがある範囲が限界になるわけです。ただ先ほどのグリーンのような撮影であれば当然 FG と VG を別に撮っているので、例えば今カメラグーッと上に振ってもらえますか、出てきますかね。はい、上に上に振っていくと空になっていきます。で実はこれもうちょっと下がれるとですね、このグリーン切れちゃうんですね。とかあと横にどっちか横にグーッと振れます、このモニター外れるぐらい、すいませんねちょっと無茶振りしております今。あ、いいですよ、もうギリギリまでで、はいはいはい、ありがとうございます。で横、あ、今ちょっとこれカメラに普通にしてもらっていいですか、モニター。はいはい、これ今何も映っていないですね。じゃあ戻してくる、あの普通にカメラこっち向いていただけますでしょうか。はい、で当然 LED があるところには背景があるっていう状態になります。要するに LED のインカメラ VFX はもう画面がなくなってしまったらどうやってもそれ以上撮りようがないわけですね。ただ例えば映像の描写としてこう下からの煽りでグッと撮っていて、何かのシーンでその人からファッと後ろに上にこう振り上げたいとかっていうことが起きたときに、 LED だともう上上がってしまったら照明とか天井が映るだけなんですけれども、グリーンで撮影していて FG と BG を別々に撮っていれば一応その瞬間の見た目としては FG 上ではこうファッとグリーンがなくなって天井が映ってしまうんですけれども、映像の記録としてはバーチャル空間内でちゃんと空までバッと見上げた映像が当然残るわけですね。なのでその映像を後からもう一度はめ込めばちゃんとその背景が全部つながった状態で空まで映すことができる、もしくは実際にはこのスタジオではできないような広い撮影をしたいときには当然、ある画角を決めて、これよく実はですねスーパー戦隊の撮影でやるんですけれども、ある画角を決めて遠くにカメラを置くんですね。で広い状態のアセットの絵を撮っておいて、実際には例えば30メートルずつぐらい離れて手前の人奥の人、あ、手前の人中間の人奥の人って例えばいるような絵をやるときにみんな同じように近くで撮っておくんですね、グリーンで。で後から映像編集のときに遠くに置きたい人は当然グリーンで撮ってますので、どこに置こうが映像編集で可能ということなので、なので例えばその先ほどもありましたマンダロリアンみたいなもので
ものすごく広い空間に人がたくさんいるとか、遠くにいる人もいれば近くにいる人もいるみたいな絵を撮りたいときに、当然そんな何百メートルもあるようなスタジオっていうのは用意ができませんので、そういうときには今申し上げたような撮影方法を使うと、いくらでも人を遠くに配置したり、いくらでも広い絵を作ったりっていうことが可能になります。まあ、やっぱりこれができないと、実写でその岩山に行って撮影するようなそういう戦闘シーンとかにかなうようなものはできませんので、まあ、ここを実現するためにはやっぱりそのスペースの再現がない、グリーンっていう撮影方法もこの LED のインカメラ VFX と結局は併用して残っていくって形になります。なので、そのソニーさんのスタジオですとか、東映さんも今 LED のスタジオも絶賛作っておりますけれども、そういうところでですね、撮影するときにも、実はこのグリーンで撮影する、この先ほどの後ろがグリーンになっている状態の撮影ですね、それを行う舞台っていうのは必ず一緒にいるんですね。で、カットによってこれはじゃあ急遽グリーンで撮ろうみたいなことをすぐ切り替えて運用をしているっていう形になります。なのでこれからの撮影でも、例えば皆様の中にこういったバーチャルプロダクションを使ってコンテンツ作りたいっていうときにですね、実はスタジオがこのサイズだからこういう絵しか撮れないのかなっていうことはあまり考えなくても、グリーンのこの技術も併用して使えれば、もうそのシーンごとにいくらでもいろんな自由な絵が作れるっていう形になりますので、ぜひその点は覚えておいていただければなと思います。はい、ここまでですね、長々とご説明してまいりましたけれども、少々ちょっと時間が押しているのもありますので、ここまでで私の方からは、インカメラ VFX とクロマキーのライブ合成についてのご説明とさせていただきたいと思います。ちょっとかなり技術的な細かい話になりましたので、皆様一旦ここでちょっと頭を休めていただくという意味でも、ちょっと司会の、エレンちゃん、リオちゃんに一旦お戻ししたいと思います。前半部分ありがとうございました。エレンちゃん、リオちゃん、よろしくお願いします。いや、超大作な語りでしたね。本当に、いっぱいいろんなお話をいただきましたね。横文字多かったですね。はい、まあ、でも田中さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんもね、きっと情報量たっぷりだったので、整理整頓しつつ、ちょっと我々のお話も聞いていただけたらなって、はい、思うんですけれども、お願いします。まだまだあるんです。そうなんですよ。まだまだあるんです。まだまだあるので、ちょっと続けますけれども、次はですね、XR ライブ合成のデモンストレーションというのをやらせていただきます。はい、リオさん、XR って何ですか？ XR とは、VR、AR などの現実と仮想の世界を融合して、疑似体験を提供する空間を作り出す画像処理技術の総称です。はい。わかった？なるほどーって感じですね。私もね、漢字が多くて、ってなることが多かったんですけれども、まあ、簡単に言うと、XR ライブ合成はバーチャルキャラクターとリアルダンサーの共演をね、可能にする技術でございます。わかりやすいでしょ。わかりやすい。それなら我々とリアルダンサーさんがこうね、一緒に共演できちゃうよって技術。あ、素敵。はい、でございます。今日はですね、このデモンストレーションに素敵なゲストが来てくれるということですので、また楽しみにしてくださいね。田中さん、ちょっともう一回巻きでよろしくお願いしますね。はい、ではご紹介をお願いいたします。お願いします。はい、お二人ありがとうございます。では再び私の方からそう説明させていただきたいと思います。まあ今お二人からもですね、ちょっと難しい言葉を駆使して説明をいただいたんですけれども、まあ一言で言ってしまうとですね、昨年末に紅白歌合戦ご覧になられました、なられた方たくさんいると思うんですけれども、あの中でですね、ワンピースの映画に出てきた歌というキャラクターがライブを行ったんですね。まさにあれのことだと思っていただければ間違いないです。この現実空間を映したカメラの映像の中にキャラクターを登場させるっていうのが XR のライブ合成の基本的な形になります。でそれもなぜできるかというと、やはりこのカメラトラッキングが関わっておりまして、あの時もすごくカット割りがたくさんあったり、いろんなカメラワークがあったと思うんですけれども、あれは要するに実際に映っているその現実空間と、そこに合わせた座標のですね中で、そのカメラが実際に動いた軌道をちゃんとバーチャルの中に入れて、その歌がいるバーチャル空間の映像を実際に合成している、
それによってあれが可能になったというわけですね。で、今日はですね、その中で、そのキャラクターとの共演っていうのをお見せしたいんですけれども、そのクロマキーライブ合成でお見せしたものと実はですね、その XR というのは技術的には同じことになります。ただあれはバーチャルの背景の中に、リアルな人間がいたんですけれども、今度はこのリアルな背景の中にキャラクターを登場させるということで、一つ大きな違いがあるとすると、FG と BG が逆になります。当然 BG がなぜ先ほどバーチャルが見えていたかというと、グリーンの部分が抜けていた、その抜けた部分にバーチャル空間が見えていたというものになりますね。当然なので、この後ろがグリーンでない状態でこれからお見せするんですけれども、そうなると何も抜けていないので、後ろにバーチャルを置いてしまうとそれが出てこないので、それを解消するために今度は FG と BG を逆にして、 BG にこのリアルの絵があって FG で前にキャラクターを立たせるっていう形になります。ではですね、それをお見せするために、このキャラクターとの共演で今日はちょっとスペシャルゲストをお呼びしております。ミクさん、お願いします。はい、ご登場いただきました、ダンサーであり、モーションアクターとしても活躍していただいております大河内ミクさんです。で、今回はですね、実は昨年の12月に我々が、手掛けた、音声合成キャラクターである佐藤ささらと鈴木つづみの、ファーストデュエットライブっていうのをやらせていただきまして、まあ、その時はキャラクターがですね、踊って歌って、照明の連動まで入れた、スクリーン投影のライブとしてやったんですけれども、まあ、その時もですね、実はミクさんはですね、この、ね、ささらちゃんとつづみちゃんにダンスの指導をしてくれているということでですね、で今日はキャラクターをもしご存知の方がいらっしゃったらこの衣装を見てピンとくると思うんですけど、ちょっとつづみちゃんイメージの衣装で登場してもらいました。なのでこれからですね、このつづみちゃん風の衣装を着た、ミクさんと、バーチャル上の、佐藤ささらちゃんに共演して、ダンスを踊ってもらいたいと思います。ちなみにですけど、先ほどリハーサルでもやってましたけど、そのリアルの人間がいない状態でバーチャルのキャラクターと共演するっていうのはどうですか？特に自分一人で踊るわけじゃないので、距離感の取り方とか立ち位置とか、やっぱあとは目線、そういうのがすごく気を使うというか、とても気にする面ではありますね。はい、ありがとうございます。今このようにですね、ダンサーさん目線で語っていただいたんですけれども、やっぱりですね、システムが、先ほどのカメラの撮影技術と一緒ですね、システムがいかに進化してもですね、最終的にいかにクオリティが上がるかっていうところは結構生身の演者さんの技量に関わってくるところがありますので、まあ、その部分がですね、ある意味ではこれからも、昔からも変わらないエンタメの面白さとして、そこも味わっていただければと思います。それではですね、早速ですが、ささらつづみのライブの、今回はオープニングで披露した曲から一曲、お送りしたいと思います。じゃあ、ミクさん準備をお願いします。はい。それでは皆さんお楽しみください。さくらんぼ。Thank you.
はい、ミクさんありがとうございました、いかがでしたでしょうか、このようにですね今ご覧いただいたように見事にバーチャルのキャラクターと共演をしていたかと思うんですけれども、もちろんこのカメラトラッキングが入っているので今お見せしたようにですね、バーチャル空間と、このリアルの人間に対してかなりこの臨場感のあるカメラワークっていうのも、同時に作り出すことが可能となっているわけです。でちなみに失礼しました、ちょっと途中でキャラクターがクッとカクついたりしたことあると思うんですけども、あれ実はですね、私横から見ていて何が起こったのかなと思って見ていたんですが、あれは映像の乱れではなくてですね、このやはり今日かなり限られた空間で、ちょっとカメラマンの中原さんにはめちゃくちゃ無理を言ってですね、狭い空間の中で動いてもらっているので、あのカクついてしまうっていうのはどうしても今トラッキングが全部取りきれないところまでちょっと出てしまったっていうことになるんですね。そうするとバーチャル内のカメラの位置が一瞬乱れるので、まあ、ああいったことが起きてしまうんですけれども、まあ、ここまで無理して狭い範囲で動いて撮影するということは基本的にはありませんので、まあ、そういったことがない限りはあのようにきれいにちゃんと立ち位置も成立した状態で、パフォーマンスを見せることができるというものになります。これはかなりキャラクターの IP などをお持ちの、企業様とかにとっては新しいライブイベントの形として何か新しいアイデアにつながっていくのではないかなと思います。最後になりますが、いくつかクロマキーの合成の方でもさまざまな撮影方法についてとか私説明させていただきましたけれども、まああの重ね重ねそのキングオージャーの現場とかにいるとですね、特撮の現場というのはもう昔から言ってしまえばこう騙し絵みたいなものを撮り続けているスペシャリスト集団の方々なので、もうバーチャル顔をやってる我々もですね、これをそんな風に使うのかというびっくりするような技術を駆使してとかアイデアを駆使してこういう風に撮ったらできるんじゃないかっていうのを今たくさんもうほとんど実験しながらやっているような感じなんですけれども、ある意味弊社が今そこに携わらせていただいて一番の強みとして言えるのは、もしかしたらこのクロマキーですとかこのインカメラ VFX の撮影においてどんな工夫をすればどんな絵が撮れるのかっていう知見をですねリアルタイムでものすごい数積み上げているっていうのがもしかしたら一番の強みとしてアピールさせていただけるのかもしれないなと思っております。ここまで長々と技術的な説明を聞きいただきましてありがとうございました。では、ここに今説明したものを使うと一体どんなものができるのか、ちょっと最後に実績についてもう一度弊社の伊藤の方からご説明させていただきます。ご清聴ありがとうございました。